皆様ご視聴いただきましてありがとうございます。日本エネルギー管理センター専任講師の西山です。今回はですね、炭素酸泉式の電流の流れについて、受講生の方からご質問いただきましたので、その内容について、解説したいと思います。第二子電気工事士の、動画をですね、ご覧いただいている方からのご質問なんですけども、で、どういうことかというと、第二子電気工事士の筆記試験の講習の中で、この炭素のですね、100ボルトについてはかなり詳しく説明しているんですね。で、その時に、黒線をですね、黒線の役割というのが、電源から負荷に電気を送る線だよという話をしていて、で、白線、ニュートラルなんですけども、このニュートラルっていうのは、この送って負荷が使った電気を戻す線、つまり電流の乖離線だよっていうふうにイメージしてくださいねっていう説明を私してるんですね。で、その方はですね、100V の方は分かりましたということで、じゃあね、200V、この黒と赤、これ持ってった時っていうのは、どっちが乖離線になるんですかっていうのをまずご質問いただいたんですね。確かに、おっしゃる通りですよね。結局、200V 持っていくと黒線と赤線があるわけですけども、これ先にですね、結論言うとどちらも電圧がかかってるんで、ものすごい厳密な意味で言うと、ニュートラルみたいにゼロだから乖離線っていう定義はですね、正直言ってできないっていうのが、厳密な考え方です。で、要は、200V、これ単相の 200V なんですけども、200V のコンセントって、こういうちょっと人の顔みたいな、100V の人の顔かな、感じになってるんですけども、これ、2つともですね、電極どちらも電圧かかっているんですよね。で、100V のコンセントっていうのは、ご存知の方多いと思うんですけども、長い穴と短い穴があって、長い穴の方は、触っても感電しないんですよね。なぜかっていうと、こっちニュートラルが入ってるんで、0V なんで触っても感電しないんですよ。で、短い穴の方は 100V 来てるから触ると感電するよっていう話をするんですが、じゃあ200はっていうと、これ、両方とも 100V がかかってるんですよね。で、そうするとね、100V100V だったら同じ電圧だったら電流流れないじゃん。という話になってしまうんですよ。確かにそうですよね。そう思いますよね。実際にね。はい。で、今ですね、下に炭素酸泉式の、概念的にね、理解するための図を書いたんですけども、私ね、よくこういう説明をするんですよ。これ、交流なので、厳密にはですね、黒線だから必ずプラスの100かっていうと、そんなことはなくて、右に波形書いてありますけども、これ、プラスの100の時もあれば、プラスのね、時もあれば、マイナスの時もあるわけですね。で、50Hz。例えば、東京の場合 50Hz なんで、50Hz っていうと、1秒間にこう50回波が来るわけですよ。で、そうすると、このプラスマイナスっていうのがものすごい速さで切り替わってるんですよね。なので、プラス100なのかっていう、マイナス100なのか、瞬間瞬間的に見ると、当然 0V のこともあるんで、言えないんですよね。だから、イメージとしてつかむのであれば、黒は、プラス。で、これ今105って書いてますけど、これ電源のですね、部分なんで、プラスの105と書いてます。実際にはこの電圧効果っていうのがあって、負荷のところだと大体100になるよみたいな形で掴んでおいておけばいいんですけども、黒はプラスの105と考えなさいと。で、白線はこれは0。これ変わらないんですよ。で、なぜかっていうと、このニュートラルっていうのは、柱の上の変圧器で、ビーシュ設置工事っていうのを取ってあって、地面と繋がっているので、地面っていうのはもう世界共通で 0V って考えますから、白線には、圧力がかかっていない状態ってなるんですね。はい。で、じゃあ赤はっていう話なんですよ。赤はイメージで掴むのであれば、マイナスの105と考えるといいんですね。はい。だから、200V のコンセントで言うと、左がプラスの100だとしたら、右側はマイナスの100。で、ちなみにこの口のところはアーストってあるので、これ0っていう形なんですね。こうやってやると、プラスの100とマイナスの100の間だから、その間の差はっていうと200あるわけですよ。だから 200V かかるんだねって考えるんですね。はい。で、そう考えると、じゃあ黒と赤どっちが乖離線なのっていうと、電流っていうのは、高い方から低い方に流れるっていう風にイメージしますので、要は水と同じですよね。水は高いところから低いところに流れますから、高い方から低い方に流れるって考えると、
200ボルトの場合は、黒から流れて赤に帰っていくって考えると分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。まあなので、まあ厳密な意味ではね違うんですけども、まあ赤を乖離線と思うと理解しやすいのかなと思うんですね。はい。で、次にいただいたご質問は何かっていうと、じゃあ白と赤で100持ってったらどうなるんですかと。要するに白って電圧かかってないんですよね。でも、そうするとどうなんでしょうか？白から赤に向かって電気流れるんですか？電圧かかってないのにおかしくないですか？っていう話をいただいたんですね。まあそれはもうおっしゃる通りですよね。だって電圧がかかってない、圧力がかかっていないんだから流れるはずがないじゃないかと。うん、そう思うわけですよ。で、ここで、考えていただきたいのが、今私が書いたこのイメージなんですね。白線は0、赤がマイナスの100なんですよ。で、例えばね、まあ、空気とかで考えていただけると、もしかしたら分かりやすいかもしれませんが、あ、空気っていうか、ストローでいいですかね。例えば、コップに入ってる水、コップにね、飲み物を入れて、ストローを垂らしましたと。で、そこからですね、ストローで吸い込む。そうするとね、コップの中の水が、皆さんの方に向かって流れ込むわけですよ。で、これはなぜかっていうと、コップの、まあ、要は皆さんが吸うことによって、口の中の圧力、まあ口の中でいいかな、圧力が下がるんですね。で、例えば基準を、まあ大気圧とすると、大気圧基準0と考えると、皆さんの口の中の圧力がマイナスになるんですよ。そうすると、圧力が低いわけだから、0の方から低い方に向かって水流れ込んできますよね。で、電気も同じイメージでいけるんですよ。つまり、確かに白は0。なんだけど、赤が今度マイナスになるから、そうすると圧力という意味では白の方が赤より高いんですね。なので、白から赤に向かって、水で言うと、水で言うと水、まあちょっと言い方おかしいですけど、水で言うと水、電気で言うと電流が流れるんだよというふうに考えるわけですよ。こうするとどうでしょうかね。ちょっとイメージがしやすいのかなって思うんですよね。で、まあ、実際にはね、白は圧力0ですと。で、じゃあ、感電するときの考え方とどうなんですかっていうと、これもちろん白はね、触っても感電しないわけですよ。なぜなら、我々ってこう地面に立ってますから、地面っていうのは圧力0です。0と0の間に我々立ったとしても、間には圧力の差がないわけですから、流れないですね。で、逆に、赤線に触ってしまうと、やはり我々感電するわけですよ。要は我々は圧力0のところに立っていて赤線がマイナスですから、まあイメージとしては地面から赤に向かって我々の体を通して電流が流れてしまうって考えるわけですね。まあそうすると、確かに感電するよなという話なんですね。はい。で、まあ電流の流れる方向っていう意味では、まあ今のがイメージとして覚える方法ですね。で、ものすごく原理原則のっとって厳密に考えると、電圧がね、このように1秒間にこう50回プラスマイナス変化してるわけですから、50Hz だったらね、変化してるわけだから、電流の向きもね、こう変化してるわけですよ。だから黒から白に向かって、で、今度白から黒に向かってってこうやってね、変化してるんですね。まあ、これが交流なんで、まあ、実際にね、計算上はこの1秒間に50回変化してるからなんて考えてたらできないので、あくまで値として覚えていくというのが重要なんですね。はい。まあ、ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、ぜひですね、このことを理解していただけるとありがたいなというふうに思います。はい。まあ、今後もですね、受講生の方からいただいた、ちょっと言葉だと、文章だと表現しづらいご質問については、こうやって順次 YouTube の方に解説動画を上げていきたいと思いますので、弊社の講習受講いただいている方、どんどんご質問いただければと思います。はい、それでは、今回の解説はここまでとさせていただきます。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、電気工事士、電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひ、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。